武士がおるぞ。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下部人が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち、蒙古に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりません。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。釘を打ち込め。しっかり打ち込め。よく働いておるな。誰も怠けてないか。あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかった。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことをユナから聞きました。あっしなんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。ならあっしも精を出さなきゃね。もしお前が、なんて名前だっけ。誰のことだ。蒙古の長のハーンだ。で、お前がハーンで志村様の城を奪ったとしたら、まあ、何。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。うん、いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは。申し分ない。腕はないが、肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。蒙古どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。酒井様、いい日和です。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。見事だったな。おじとおいが隣り合って戦った。奪われたことがあったか。ないな。地頭様が槍川家と戦った時、クロード様が技の裏に入ったらしいな。逆売りの姿に転移したと聞いたよ。そうじゃないだろう。逆売りだ。クロード様。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく、心の整え方を教えていました。武士も、槍川の戦士も、戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば、世の無常も、死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。昨日はどこ行ってた。気持ちを入れ替えられるところ。鳥を見てるとここで踊ってる。いよいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。
たかにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカーも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード、武士が全て討たれ信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそ、そうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。陣、上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みも、そなたが耐えた苦しみも、ハーンに償わせてくれよ。陣、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁には、そなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく組みしやすい。だがクロードは少しで、故に手ごわく恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。
酒井、門の上の急兵を始末しろ。おしょ、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 取り出し、酒井、お前が先駆けを務めろ。奇策があるやもしれん。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう、取り剣。あの矢倉、このままでは進めない。お前が策を練れ、あの兵器を壊せんだ。武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。その上のとどまれ。行け酒井、槍を奪え。味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば、死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。Come on!
橋へ進め。対馬を守れ。対馬を守るぞ。方向を海へ押し戻せ。一人も残すな。修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。